はい、一月万さしみです。本日はですね、まあ、松本ひとしさんのですね、まああの女性に対する疑惑というのがまああってからですね、じゅ週刊文春で文春法が出てから、なんか次々といろんなところで、まあそういうふうに私はね、女性だけどもこういうこういうことされていたされていたっていうことがですね、うわあと加速している状態なんですよね。で。 実はですねこの「週刊文春」のこの松本伊志さんに対するですね告発をされた女性最初の女性がですねジャニーズ問題で被害者の人たちが叩かれているのにまあ一生懸命声を上げているのに勇気をもらってそれで私たちも言わなければならないと思いましたというふうにですね こう言ってたんで「すよで、まあ、週刊文春も、ねあの」もねあのもジャニーズ問題ずっとやってたんですけども実はあのうちの番組もですねジャニーズ問題ずっとやっててでこのジャニーズ問題に関して記者会見まで行って社名を変えないのはヒトラー株式会社のようなものであるとそんなのは被害者許さないぞというふうにこう質問されたのが本間さんで実はスマイルアップ社に名前が変わったきっかけを作ったのは本間さんの質問がきっかけなんですよね。<laughs> まあそういう動きもあっては、うん、我はあのひとつき万冊本間流、えー、そして佐藤明さんはですね、えー、ジャニーズ事務所の NG リストにことと入れられてしまって質問ができない、まあ、そういうこともあり、まあ、最終的にはあのジャニーズ事務所は、えー、名前も変わりという、いまあ、今だにいろいろ問題抱えてますけどね、だけどそういう流れがあった中で、あの松本人志さんの最初の、ね、英子さんがそういうふうに言われていたというのもあり。 まあずっとこの松本問題と続けているんですけどなんかこのジャニーズ問題っていうところから吉本の松本さんにこうドミノがゴンって当たってバンって倒れかかってるわけですよでも倒れかかっているところになんとサッカー日本代表の伊藤純也さんにゴンって当たったりとかでさらにはなんか私はこの人知らなかったんですけども若新という、えー、方、えー、慶応大学さすがですね慶応大学の特任教授ね あのこの人なんですけどこの人がなんか三股八角ということで、えー、やめるとでしかも、まあ、やめんののいやももうあすテレビも全部引退しますもう公的な活動出ませんとかっていうふうに言ったりあーなんかこんなのもあるんだなとかっていうふうに思っていたら、うん、えこんなところまでっていうのがですねああの2層が僧侶からの<ー>あのことをされたと、うん、これもう天台宗でございます。うんはい えでこれ、は天台宗のあの宗務長がですね取材にあのこの懲戒請求と署名を受理するかどうか含め対応教協議中であるというふうに言ってるんですけどまあもうこのジャニーズ問題から始まった流れはですね吉本まあ宝塚も問題になってますよねあれは性というよりかはもっと陰湿な暴力ではありますけども他にもあのサッカーそして、えー、とテレビ界含めて多分止まらないこの流れ。うんもう ずーっとこれは来ると思います。これ、うん、いや、広がってんなあっていう風に思うかもしれないけど。もっと大きく広がっていくんじゃないかなという風に思うんですが。まあ、今日はちょっとそういう流れを、まあ、見ていきたいなという風に思っています。えー、本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もともと何なのかっちゅうとですね。この、あのー、サッカー日本代表の伊藤潤也さん。こちらはですね。週刊文春ではなくて新調査、新潮社。 の方がまあ、暴いたものだと言われているんですね。で、えー、まあこのタイトルだけでももう十分あのー、やばいんですけど、サッカー日本代表伊藤純也が、えー、pe でこれ刑事告訴されていた話なんですよ。うん で被害女性は大量のお酒を飲まされて気づくと彼が私の上にというふうにこういう記事が出ています。でこれがですね1月の31日に出ている記事なんですよね。でこれを受けて、えー、まずあのサッカー日本代表のですねメンバーから外れるというふうに発表されたこれ2月1日の9時30分の記事です。うん、と思ったらですねえー、っとなんか 結局、なんか、出ないと離脱しないっていうニュースが流れたんですよ、その日のなんか、数時間後ぐらいに。で、でそれで、えなんなんや、なんなんやっていうふうに思ったら、なんと、伊東純也さん側に対して、ですね、えー、側の弁護士が、あのこれ、虚偽告訴であるというふうに逆に告訴をするという、ですね。うん、なんか、えっ、どういうことっていう。 ことにあのなっていてい、まあ、つまりサッカー日本代表の伊東純也選手があの、まあ、こういう女性に乱暴されましたと言われている被害者が刑事告訴したよというふうに分かったら、うん、今度は、この伊東純也選手側が女性らが虚偽の告訴をしたとする告訴状を警察に提出したというふうにこう言っていてこれはもう告訴合戦という状況になっている。 なんか、えもうわけわからんなっていう <laughs> 感じなんですけど、ね、この伊東純也さんの方は、1回は、あのこその女性側に示談しようと思って、話を持ちかけたりもしてるんですよ。で、それで、公害禁止事項、要するにこの件に関しては、もう示談したとはいえ、示談があったとか、そういうことも全部言わないでね。 っってていうようよよなことも含めてこう言ったんですよね。だから、あのーまあ、それが嫌だというふうになって女性側は告訴するようになったと。だけど、えっと、伊,藤伊藤選手の方は、えー、これは週刊誌に報道させる目的で作った悪質な報道であるというふうにこう言って、うん、もうこっては泥沼泥沼という。 で虚,虚,偽虚偽告訴罪っていうのはですねあの過去にはあの草津市、えー、草津市じゃねえよ、ー草,草,えー、草津市じゃなくて群馬の草津町の町議が町長になんかいろいろやられちゃったっていう風に言ったんですよ。うん、でそれが実は嘘だったっていう話があってでこれは確かにそういう時もあったんですけど、まあ、あんまりあの見ない珍しいケース。 ではありますがいやーなんかまあそれはあのちょっとこれお互いが刑事告訴し合ってるというですね受け取られたのかな警察に提出して受け取られたのかどうかちょっとあのわからないんですがこう揉めているという状況で、うん、この「若新」って皆さんあの知ってました全然知らん俺も知らんかったんやけど よの福祉なら知ってるよえーっとなんかそれは私も聞いたことはあるですけどまずこの若新さんの方はですね、えー、15年前に16歳の女子高生と反同性生活を送っていたことが発覚してでこれで、うん、あの謝ってるんですよ傷つけてごめんなさいってうん謝ったんですよ、うんうん、で謝ったばっかりなんですけどあーのー謝っ たらそのほんと直後ぐらいに、えー、事実婚のパートナーこれは現在進行形で事実婚のパートナーがいるにもかかわらず別に女性2人と交際しトラブルになっているということになりでこれがもう、えー、これはもう耐えられんということになって辞めると、まあ、これもだから男性が、えーまあ、女性、えー、3人とこうやっててでもうこれはもう嫌だというふうに。 こう言ったとでちなみにこの若新さんはこういう LINE 送ってるんですよね。ごめんなさい言わなければいけないことがあります。 付き合い始めてしばらくした後、実は子供を作りたい人と出会いその子供、人と子供を作りパートナーをしてお付き合いをしていますそれを隠してずっとグズグズとピー関係を続けていました本当はちゃんと話すべきだったのにずるい人間ですずっと騙していましたごめんなさいパートナーにも全部ばれてそれからさらにピーとしてではなく彼女としてお付き合いしていた人にも秘密がバレてもう何をおんだって感じですけどたくさんの人を傷つけましたもう会うことはできません最後まで僕から一方的に本当にごめんなさいっていうのを。 なんか横にその事実婚の奥さんかなんかがいる状況でこれ書かされて「送れ!うん」ってうう言われて送ってるっていう,う<わ>シュラバーラーパンやなっていう,うまあこれはただなんつうのかまあいわゆるこの何えっと立場の弱い女性がっていう何かを告知するっていう よりかは、うん、自ら招いた本当にこうあのバカなのっていう感じではあるなこれはいやーまあでもほんまさんやっぱ男性側の方が経済的にも女性側よりもまあ存在してるだけで3割高いわけですよだからこそこういうことができるって考えればまあ私 女性の方が立場弱いとは私は思うよ、これでも。ただ、ブチ切れている、あの、事実婚の奥さんに、るか <laughs> と言われて、こう、書かされて送って、で、返事もできず一方的にブロックっていうのは、なんかこう、ちょっと、なんか、うんっていう感じは、まあ、あの、せんでもない。あと、えっ、ー、と、もう一個起きているのは、この、天台宗の四国のね、 あのお寺で十数年間にわたってて住み込み込を強要されて日常的にまあ性的なあれもされていたとっていうこれもあってでこれはね前もちょっと取り上げたかもしれませんけども「スポットライトっていう映画があってでえこれがあのアメリカの話でね教会がまあそういうことをやりまくっているそれをずっと隠蔽しているということを暴いた映画なんですけどまあそれは。 キリスト教の方はやってて日本の天台宗はそんな仏教はやりませんよってそれはないからまあやっと宗教界芸能界自浄作用が出てきたのかなというこの時代の流れというふうに思うんですけどまずサッカーの伊藤さんの話からいきましょうかなんか告訴し合ってるってなかなか強烈な状況ですよねこれ。ねえ。 一時は示談したいというふうに伊藤川が言っていたとすれば、うん、そのなんていうのかなまあほら例のそのさ認識のずれはとりあえず置いといたとして、うん、まあそういったその飲んでお姉,お姉ちゃんとこうそういう関係になったっていうとこまではあったんだっていうことだよねこれね。 否定してるんんですよ伊藤さんはおうっていうことになるとさ、うん、いやだからそうなるとじゃあ示談を求めていたとかっていう話ももしかしたらない話なのかってう,うんただこれとなんとちょっと本当わけわかんないよね。うんで伊藤ん一応ねホテルで2人と過ごしたことは事実であるとうんそこは認めてるんですよ。 だけど<ー>、その女性側の,あの話は不自然に変遷していて物的証拠は一切ないんだというふうにこう言っているんですよ伊藤選手側の弁護士は事実無根で週刊誌に報道させる目的で行われた悪質な行為であるというふうにこう言っていてこれはね取り上げたのがあの週刊新潮。 のデイリー新潮でございますので、ちょっとあの文春に比べるとね。なんか少し。ししうん、っていう気はちょっとしなくもない。そう,ね、うん、なんでかっていうと、あの偽関法対事件という。 偽赤包帯実名手記事件というのがあってああっあの朝日新聞の阪神支局襲撃事件を含めた赤包帯事件の「俺は実行犯である」っていうふうに言って「週刊新潮」にこう手記を書いてたけどどう考えても事実関係がおかしすぎるっていうふうに言って実は合法でしたごっちがもそんなことをお前確認しろよっていうことはあったあった、うん、あったけど あのそれだいぶ昔ですねえっ、ー、と15年ぐらい前の話,話、まあ、とかまあなんか若干ね文春よりかはちょっとんっていうふうなところはあるんですけどただ、えー、若新さんの方はまあ事実だったらしくまあ辞めたというふうに、うん、伊藤純也はさ、はい、日本代表では今 ほんとちょっと主力中の主力だからさうん、うん、まあなんつうのかそういう問題でね足を引っ張られるようなことはさサッカーファンとしては非常に悲しいよね、うん。でねただねうーんまあこれ別に日本代表じゃなくて全世界的な話だけどさ、うん もうサッカーでその国の代表になれるぐらいの選手たちになるとさ、うん、またこれが強烈なやっぱり追っかけ女がいっぱい出てくるわけよ。うん。うん。あ、もうこんな話だよ。日常茶飯話ですよ。そうなんあそうもう全然普通、普通。う,うんえ。いっぱいゴロゴロ転がってる。<う>珍しい話じゃない。うん。だから、だから、 えっと要するにもうこういう超トップクラスの選手になったやっぱり普通は身辺にもっと気をつけるうんやっぱり常にそういうものはそういうなんていうのかなトラップがあるからだから彼なんてもうそれもちろん独身でさあのすごい人気が高いからねやっぱり あのー、そういうあの問題が発生する危険にはいつも取り囲まれてるわけよ、実、うん、は。で、まあちょっとそこに足を踏み入れちゃったみたいだなっていうね。うんうん、なるほどね。ああいや、昔さ、J リーグができた時き、うん、えー、あれ何年だっけ、選挙区。全くわかりません。あ J リーグができて、うん、23年間 J リーグバブルがあったわけよねそれはなんとなく空気感として覚えておりますうん、うん、その時の J リーグがっったらさ、うん、J リーグって言うだけで女の子ずっとバカーンって群がってくるっていうものすごいバブルがあったわけさうん、うん、そこでやはりいろんな問題が実は ちょっとあんまり言えないようなう有,名有名サッカー選手でもいろんな問題あったわけ、うん、女の問題、えー、それは本間さんは吐くほど元気ですかそうだよ <laughs> そですかうんいろいろあったわね名前出しちゃうとちょっとやばいサッカー選手何人もいろんな問題があったそう私が知ってるサッカー選手はパッと浮かんだのは2人 2> うんえっとラモスと三浦 <laughs> ラボスとまあ単に私の頭の中で別に打ち合わせ時のいつもフリートークなのでふっと思い浮かんだのはラボスと三ラーですね。うん、別に名前,、ね、名前をあの出さなくていいんですけど私が浮かんだのはその2人であると、うん、<laughs> 思っただけです、ね。あそういうね <laughs> 超有名いいゲームにも女の問題っていっぱいあったわけよ。うんでそれはでもやっぱりね。うん あのお金を積んで消してきたわけようん,うんあのー、サッカー選手の野球選手だってもちろんいっぱいあるしさまあオリンピック問題だったらオリンピック水泳選手の瀬戸大也ですよ、ね、オリンピックのお前オリンピック今からもうまさに東京オリンピックっていう時に不倫問題でさされたお前何しとんねんっていうあったでしょ、うん、まあ若いしさ、うん、まああるわけだ、うん だけど、俺はやっぱね大、日本の代表になるような人たちはさ、うん、やっぱちょっと、身辺に気をつけてほしいなって思うよ、やっぱり。まあそうねそうそう。うん。まあちょっとやっぱり、そういうことが、まあちょっとさ、その、その女性たちのあれも全然知らないからさ、あんまりちょっとうかつには言えないけれども、うん。やっぱりちょっと、ちょっと、 脇が甘かかっったかなっていうねまあ女性とえー、ホテルに行くということ自体がうーんちょっと怖いことですよね。う,ーんうん、まあ、どれぐらいの合けいがあるか知らんけどね。うん、いやず、ずっと合けいが長くてさそ、うん、の子がスティディーだっていうんだったら別に問題ないもん,ん。なん。で二人と一緒に行ってんのっていう、うん、ね。 ちょっとこう普通には、え、二人って何っていうさ、姉、うん、さんを含む二人の女性を酒に酔わせて、まあ、大阪の中之島にある高級ホテルに連れて行ったというふうにこう、そもそもサッカー選手であれば、うん、酒なんか飲んじゃいけないわけでね。うんまあ、まずそもそもそこが、そうですね。いや、それ 一滴も飲むのとは言わんが、うん、姉ちゃんとあの酒飲んで「えー、乾杯乾杯」でさ言、うん、わせるぐらいってことは本人だって飲んでるだろうからさ、うん、そんなことをしてたら体力があっという間に落ちるわけでさ、うんうん、そういうところはちょっと甘いんじゃないのっていう気がするけどね松本ひとしさんだってね。 あの高級ホテルに女性を連れ込んだって飲み会の時にですよ「筋肉が分解されるから」と言って松本さんは酒には一切手をつけずちい皮をかじっていましたって松本さん筋トレしてる松本さんそれくらい気にしてんのにおまあ伊藤淳也さんサッカーのプロの選手なのにお酒飲んでとこれはちょっとお酒飲んで2人と、えっと、女性、えー、ホテルに行ったまでは認めてるのかな ホテルに行ったたまででは認めてるみたいなんですよ、うんまあ、もしかしたらそれも嘘で女の人には飲ませていたけど俺は一滴も飲んでいないっていうご主張されるのかもしれません、うんそうの。そういうことしてる暇はないとは思う。うん、うん。あのもう彼の彼がやってるのは日本代表でさ、うん、今の日本代表のレベルってすごい高いからね。うん、昔の あの数とかラモンスがいた時の代表とはさラ,<モ>ラ,ベラベルが全く違うから、うん、本当にで彼も海外のチームでやってるわけでね、うん、ちょっとそうやって遊んでる暇まあでもまあ,あそれ何月に起きた話なんだってこれですか、うん、これは「週刊新潮」が語っているんですけど、えー、ここに記事によるとですね代表選の後 のの疑惑の一夜カタールで開催中のアジアカップはついに決勝トーナメントへ突入グループリーグでよもやのくせも強いられた日本代表が優勝をつかむには2022年のワールドカップチームベスト16入りを貢献した伊東純也の存在が不可欠だーでもこう、えー、やられていたと書いてあって23年の6月21日というふうに言ってます、うん、なんか大会あったの ?2023 年6月23年 なんかあとまあ国際試合とかは常にあるからねうんとなんか,、ね、んなんかえっ、ー、と試合 j f a これが、ね、サッカー協会のホームページですけどえっ、ー、と6月キリンチャレンジカップっていうのがあったみたいですねああ<ー>、うん、なるほどまあじゃあなんだ海外からチーム 連れてきてきやるとかそういうい対戦チームはエルサルバドルが6月15日、うん、6月20日はペルーうんまあ強化試だね、うん、だこれが終わったあたりぐらいうん、うん、ってことかなうん多分なるほどな、うん、まあだからなちょっとちょっとうかつでしたねっていう話だね まあそれで他にも余罪がもしバラバラと出てくるとなると何やっっててんだって話でそうねこれで「週刊新潮」に「実は私も私も」みたいなのがたくさん出てくるところちょっと厳しいと。うんうん、いやでも虚,虚偽告訴罪で訴えるって相当ですけどね。これ普通はあの受理もされなければあの認められること結構珍しい。 ものですから。うん。なんか。ちょっと。っとね。うん。ちょっと。うん。っていう。だから、今のところ。伊藤純也は悪いとかさ。うん。女性の側が悪いっていうのはちょっと、ちょっと。あの、判断がつかない。うん。なんか。うん。はてなっていう。感じ。うん、ただ、ね、姉ちゃん二人と、ホテルに行ってるような暇は、ちょっとないんじゃないの。とは思うよ。あの。そっから。ええ、そう。 女性のね、えー、問題を話している時にですよ。ねねえちゃん2人とさあとかっていやそちょっとあの昭和のおっさん全開な感性でしゃべるのは言える昭,昭和のおっさんですから、ね、昭和のおっさんでも生成が終わってもう令和なんですよ。もう,もうほらそろそろ俺もあの。 あのー、おさらばしちゃうからさい早い、あのー、早い <laughs> 早い,早い昭和のおっさんのままでおさらばするわけよいや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 ダメダメダメです一応もう <laughs> 令和の時代に21世紀のたくノロジーによって配信されてる番組ですから <laughs> <laughs> そういうところだけ出て再生回数だけ稼いで <laughs> でも今回は昭和のおっさんのま,ままでいいじゃんっていうのは <laughs> まかりならんそれは <laughs> ダメです <laughs> あ。あダメ。ダメエ戸っーイエローカード<あ> <laughs> ほら、ピョって言ってるじゃん、おう、はい、ちゃんも。ダメだって。えそうだっ、ね、た、うんままあ。とはいえ、もしこれ、他にも他にもって出てきたら厳しい。うんまあ、ね、ちょっと厳しいよ、うん、ね、えーまあ。それをチームがどう考えるかね、うん。うん。うん うんだから日本代表には出られなくなってしまうかもしれない。海外で彼プレイしてるからさ。うん、ら海外まで、そのあれが別に海外のチームにどそんなの関係ないと思ってればさ。うん、まあ、不幸中の幸いで、うん、日本の国内チームにいるよりは傷は浅いかもしれない。そうね。で、えー、この。 じゃあそれはまあ、でもやっぱ今後の流れ見ていきたいなというふうに思うんですけどこの若新さん。うんまあこれもどうしようもないな。若新さん。若新裕純さん年齢非公開なんですよ。この人。うん、あのねやっぱオリンピック汚職事件でね大活躍をされた電通の元ね。 あの専務でもあった高橋さんがねご卒業された慶応大学の特任教授を務められているらしいんで特任准教授かを務められているようなんですけども、うんまあ、この人は、まあ、1回ちゃんと謝って、まあ、15年前に女子高生とねお前付き合ってただろっていう風に指摘されてまあなしと。 あの「ごめんなさい」っていうふうに言ってその直後に現在進行形のさんまだをこう暴露されてなんですよ。でこの人があの結構やばいなっていうふうに思うポイントが彼女はさ常に何人もいるんだと。でその中で彼女ランキングっつうのは変動するからさ「お前何位なんだ?」と分かってんのかみたいなそういう結構。 なんでそんなライン送っちゃうのっていう、ね、やばいはいやばいねえー、とこれ週刊あくまで週刊新潮がほまあ若新さん認めてもう謝っちゃってるんですけどこれなんて言ってるかっていうと現在は彼女が4人いるその,彼女その彼女ランキングは変動する元カノが有名なセクシー女優でいろいろ教えてもらったこのあとどうだいっていうふうになんか久しぶりに連絡してきたあの女の人にそういうラインを返す。<laughs> うん、で,、えー、でそれに対して「いや別にいいこのあとどうだい?」っていうことはやらないかっていうことなんですけどでそれに対して、えー、断ったら「やる気もないのに連絡してくんだ!」というふうに言うと、うん、あのなんか何がしたいんっていうこれってさなんかまあ 男性でまあテレビに出てて人気があってで、まあ、収入ももしかしたら高いのかもしれないけどそれでなんかこれこそ物扱いランキングとかさ怖くないですかこういうのは私はあかんちゃうっていうふうに思うけどなんか一気にこういうのがバタバタバタっとあと、まあ、後でちょっと紹介しますけど天台宗の僧侶の方の告発とか含めて。 広がってますすすよよよねうううん、うん本間さんさのせいででそうですよジャニーズ問題で結構絶望すると言ったじゃんまあ文春がちゃんと報じててその上で記者会見行ったりとかもしてだから本間さんその時代のこの流れにこうウェーブに乗ってですね ジャニーズ事務所をパンってあのドミノ倒してそれが松本にゴーンって当たってそれが伊藤さんにガーンって当たって若新にガーンって当たって天台衆にもガーンって当たって多分そのブワー広がっていくんですよそれも自分でドミノ倒しておく一旦になっておいて <laughs> 俺は昭和のおやのまんまやめるからさとか言って許しません <laughs> ダメです <laughs> これはちょっと三またはかけたことないねいくらなんでもう和」というのは限定予報なんですよ <laughs> <laughs> 日本語ではね <laughs> <laughs> だ。そこ重要だよ。二たまたはどうなのか。四つまたはどうなのか。日本にはヤマタのオルチまで存在しますから、まああれあまたじゃなくて首の方だけど。いや、だからもうそんなもうちょっと昭和のは、やじの関成でいたら、自分が倒したびのドミかにか分かおミびと倒してたとか、自分がっ当たりよそろちそろで言うてたら。なあ もなあちょっとそういうねそれが回ってくるほどの華やかな話もないからな昭和の名人はあ残念ながらあの平成のおっさんの私にもそんな華やかな話じゃないから <laughs> 華やかというふうな表現自体がもうで <laughs> 昭和の感覚ですよもうダメもう <laughs> う、ね、まあでもなんかまあでもこの若新さんは早々に白旗を上げてごめんなさいって言ったあたりまあ あのまだ松本人志よりかは流れが読めている。うん。うん。<laughs> そういう気し,しませんうん。まあ、その。さすがにちょっと3人も4人も出てくるとちょっとな。うん。逃げられないと思ったんだろう、やっぱり。そらそうや。で、慶大の教授も辞めちゃったの慶大の特任教授ね。もう辞めると。うん。全部辞めると。いうふうに。 まあいいじゃねえか、またやり直しはさあ。赤心って名前やめて副心にするして、またさ。<laughs> それは中華料理屋や。<laughs> <laughs> 別にさあ、いくつやのまだ40代ぐらいかいや、わからんね。歳が。ああ、そうか、歳を不明にしてるって何者だよ。意味もわか意味がよくわかんないけど。うん、まあ、別にあれじゃない。頭はいいんだろうからさ。うん、やり直しなんか聞くよ。 大丈夫、うん、うんとりあえず一人に絞ってさ。うん、そんなけ女に持てんだったら一人は何だろう一人は一人ぐらい。なんかただ、このなんかこのラインを今付き合っている事実婚カートナーにあるまあ要するに実質上の奥様になんか見張られながら <laughs> とあの浮気相手に送りで、えー、と即ブロックしろって言われてて。 <ど><す>これ情けねえなおい本当にそれもこれちょっと情けない感じだけどよくわかんない、ね、どうすんだこれだってそれで仕事も全部やめちゃったらさその子供どうやって養っていくのとかなんかでしかもそれ言っちゃダメですよね実はこの LINE は横にその事実婚の女性がいてその人の監視のもとにあの送ったんですと。 でもそれはまあ,あ<れ>でもとはいえあの僕が送ったことには間違いありませんってそんなもう言うとあかんのちゃうっていうまずそこまで成してるんやったら言うたらあかんのちゃうんーちょっと不思議だな <laughs> という不思議な感じではあるまあもともと不思議な感じではありますがまあでもこういうのをもう自ら身を引くと いう流れができていて、で、そしてついに芸能界、テレビ、マスコミ業界だけではなくって。いや、天台宗まで来ましたよ、本間さん。うん、これも本間さんが引いたドミノのせいですから。生臭坊主が出てきたわ。生臭坊主な。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に生臭坊主だよ、もう。言えねえけどな。まあ、でも、まあ、あるだろうさ、こういう話は。 でもこういうので、えー、昔だったら、やっぱりこういう話があるんだって言って、うん、例えば週刊誌に持ってっても、うん、週刊誌でも、いや、ちょっと天台宗とか宗教団体相手にするの嫌だなと思って、うん、まあこれ共同通信だけど、報道しないとかね、うん、本当か嘘か分からないから報道しないとかうん、うん、っていう話はもう昔から、それこそもちろん山のようにあった。ね、だけど、うん、今は えっとある程度信憑性があるというふうに思われれば、うん、それは報道すると何、うん、でかっていうとえっとそれは各社に持ってったけどどこも報道ししてもらえなかったって言って、うん、どっかにすっぱ抜かれる危険性が今すごく高いからさもちなみにこれも NHK も報じてますね NHK も報じてるし朝日新聞も報じてるし各社新聞社も報じているうん、うん これもすごい話ですなでもまあままさにね寺の中なんて超閉じられた世界だからさ、うん、まあそういうことは昔からあるとは言われていたがやっぱりあるのねっていう話でいやもう天台宗といえばですね日本の総本山はどこか比叡山遠地ですよおもう一回焼くか <laughs> いやいやいやひどい こらイエ <laughs> ローカード別な道でイエローカード小田信長かよ<ン><ょ>まあ円楽と聞くとそ俺はそれしか思うか <laughs>、ま、確かに信長が焼いたのも生臭坊主であの時ひどいことしてたのもありますけどだからといって焼き討ちにしてるわけじゃねえから <laughs> ちょっと <laughs> どうもその名前を聞くとさ、ああそ,れそれしか俺思いってないもん。さ <laughs> いや、まあ、まあえ <laughs> またってい。いやいや、また野球打ちされんって何百年越し。何百年越しの話だけどさ。まあ,あうん今でもやっぱりそういうのってあるんだよね、やっぱね。う そういうのはまあやっぱりあるんだなっていう。まあ、そして比叡山念仏地といえばですね、私が滋賀県に住んでた頃に琵琶湖の対岸からずっと見えてたあの比叡山念仏地、うん。あ見えるの？いや見えるよそうや。見えるよそううん見える。向、うん、こうに向かってこの野郎って石を投げた？えなん届かないよどんな狂犬なんですか。<laughs> いや <laughs> これいやもう比叡山延暦寺で天台宗といえば、うん、もう一番メジャーな人は最長ですよ。うん、最長も泣いてるな、うんうん、まあ泣くだろうな <laughs> まあもう。まあでもね、うん、宗教界というのはもうずっとそういうものはあるんだよ。で、うんね、さっき清水さんが紹介したその,あのもう世界的に問題になってるんだ うん。うん。で、あのー、世界的に問題になってるのは。でルカトリック教、カトリックの、その、中で。はいうん、えー、要するにも、これも、ジャニーズと一緒。うん。ね、あのー。男性による、子供たちへの。男性そ、そう、ね、その、と、えっと、あれ。えっ、ー、と、お坊さんじゃなくて、なんだっけ。うん、あの、ボクシー。 牧師神父たちによるその子供への、うん、あの虐待が、うん、もう何十年とにわたって続,か続けられていたと。うんうん、で、ずっとそういう噂があって、所、うん、的にはそういうふうにされたっていう訴えが出ていたにもかかわらず、うん、警察は、 神父がそんなことすれは子どもの,あ,のあれだよ間違いだよみたいな、うん、それともうさやっぱり欧米における教会の力ってさちょっと日本人にはわからないぐらいの力があるからもう毎週だってほらねあの教会週末は教会行って祈りを捧げるとかさ、うん、いろんな宗教行事があるしさ、うん、それに うん例えばバザーであるとかなんとかであるとかって言ってそうやってその貧者のために活動しますとかいろんなことをやってるわけだ、うん、だから本当生活にすごい密着してるんだよね、うん、で神父とそのち、まあ、っちゃい町になればなるほど神父と町の人たちとのこの関わり合いっていうのもものすごく濃密なものがあって、うん、でその神父たに 子供たちがやられちゃったっていうのは、親のを信じたくない。あ、うん、あ、そうだ。うん、そういうのもあって、長年隠蔽されてきて、うん、しかも、俺、その、さっき、あの、えっとあの、映画の紹介もあったんだけど、映画見るとよくわかるんだけれども、そういう訴えがあると、うん、上の方の、教会の上の方の、上の方は、その神父を、の教区を別のところへ持ってっちゃう。うんうん、つまり、まあ、 隠すんだよねあのー、問題のあるやつは別の地区へ移転してっちゃうんで、うん、いつの間にかその話はうやむやになっていくっていうことを何十年にもわたってやっていたっていうことででそれを暴いたのはこの「スポットライトなんていうまあ映画の中で出てくるけれどもあるローカルローカル新聞、うん、ある地方の地域の小さな新聞社。うん にやっぱり訴えが来て、それをずっと裏を取っていったら、これ、とんでもない話だと。うん、だけど、もしそれが、それをやって、もしそれが誤報だったら、うん、新聞社潰れるっていうね、その危険性を犯してまでやったっていうんで、まあ、映画になったんだけど、うん、まあ、映画が出た後ももう全世界的 <laughs> <laughs> やっぱりいっぱい出てきてる。 どこの国い,いやっけドイツだっけどだいや、もうどん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 出てきてますよ、今。どんどん出てきてるよね。うん、はあ、っていう話でさあ、もう本当なんか、あのー、まあ俺たちはほら、ジャニーズ問題やってて、うん、うん、その、個人としては、ジャニー喜多川は多分、あのー、個人で食った人数としては多分世界犯罪史上、 に安全とかよくナンバーワンになれるんじゃないかと思う。け、うん、ど、もしかすると、えー、俺たち知らない、まだ知らないあれで、そういう神父とかんとかがさ、いろ、ね、ジャンーとかあと競うぐらいの。やってるかもしんないよ。やってるかもしんない、うん。だって何十、やっぱりあっちも何十年にもわたってやってるから。うん、ああ。 恐ろしい話よねだけどこういう報道がさ全世界的にされるようになってまああの確実にそういうあの事件は減ってはいるうん、うん、起きてもいるけれども、うん、まあちょっとね、うん、こう最長の教えに従ってですよ確かこういうこれあの やつがあるんですよ。三義学長式。総領、うん、の教育方針やね、実際の規定についてこう書かれていて、この時にね、こう天さんはいくらやってもいいやと、いろんなことは書いてないですよ。そう、いうこと俺ちょっと不思議なんだけど、さ、うん、全然ちょっとそういう方面詳しくないんだけど、うん、天さん、うん、天さんと普通の総領って、うん 同じ寺の中にいるもんだっけ海さんって寺にいるんじゃないんだ、あのー、そこら辺、多分ですね、今回の主張をこう見ているとですね、もともとあのー、逆らうと地獄に落ちると同う喝されてっていう、だからこれいつ得度したのかとか、そこまでは、うん、これちょっと今回のことよく分からなかったんですよね。うん、うん、あだから同じ 同じ寺にいたかっていう話もちょっとまだよくわからないのかえっと、ね、2009年に親族の80代の大僧侶から紹介された60代の住職にまあそういう行為を強いられてその後寺で暮らすようになったって書いてるんですよ、うん、だからどういうタイミングであのな,、まあ、なったのかとかちょっとここら辺はまだ これれ報道されたばっかりなんでわからないんでですよね、うん、1>, で1回は寺を離れられてでそれから住職を刑事告訴したんだけど不起訴になってますこれは。うん、でもう1回寺に戻されて生活をしてでそれを心配した家族に連れ戻された後に PTSD で現在は通院中と、うん、そういう状況です。なので結構あのー、怖いね。 これはん<ー>、うん、何が起きてるのかっていうのはだいぶまあでも流れはどん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 だから我々もあの昭和の親父平成のおっさんの感覚では入れられないんですよほんまさんうん<ー>ダメよ事件は日枝延暦寺で起きてた起きてない起きてない起きてないもう起きてない中四,四国地方の寺で ジュースそこだそこ焼き焼いちゃってダメダメ天台宗のまあ言うなりゃ天台宗といえば遠慮寺遠慮寺といえば焼き討ちだから <laughs> えっとなんかお板をした寺は焼き討ちっていう、あのー、どうこの三段論法みたいな一見たく意味がわからない 日本に織田信長がいないあの的なポジションの人が今いないと無理ですそれは <laughs> ダメうんそうだなでしかもあのあのそこの話を別にしだすとめちゃくちゃ長くなるけどその頃の比叡山延暦寺と今の比叡山また全然違うからまあそうだそれは違うわな最長がそもそも開いたの800年ぐらいですか西暦織田信長が焼き打ちしたとかで16世紀とか17世紀の話じゃないですかえっ、ー、と1 6世紀中のそれぐらい17世紀か、ね、16世紀か、うん、16世紀か1500年のそれぐらいの時ですよ、うん、まあそっからもうだいぶ経ってますからうんいやもうまあねあの天皇もね京都の御所で、えー、歌を歌ったんですよ世にねあのままならぬのはこの疫病天災そしてあっちの僧兵どもであるとかっていう歌とかも歌ったぐらい、うん、まあ横行してたわけですよその頃はとはいえついにそっち方面にも 流れがねこうやってきたので我々も平成のおっさん <laughs> 昭和のおやじそういう感覚でいるのはもうそろそろダメですよほんにうんダメですよんいやーダメだよ <laughs> 誰言っとんだよところで何となく三浦とラモスって浮かんだんですけどーあ<ー>なんとなく浮かんだんですよ、うん、どっちなんですか うん。<laughs> っと影響が大きい <laughs> 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 な。るほど、まあ、いつか徳れとして出るかもしれないということで、私はあのなんとなくその2人が浮かんだというだけですので、えー、対応はございません、えー。というわけで、まあ、伊藤純也さんの方は、伊藤選手の方は、なんかお互いがなんかやり合ってている状況で、うん、若心の方は、なんかもうやるんやねん、これはっていう感じで、まあ、とはいえ、自分から身を引いた。 でついに宗教界にもという形でおそらくこの流れはずっと来るだろうなと思いますね。うん、はい。えー、ちゅうわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく。じゃあねー。はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。 で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。